ウィリアム・テイラー・バリーウィリアム・テイラー・バリーはアメリカ合衆国の政治家、裁判官。1829年から1835年まで、第10代アメリカ合衆国有政長官を務めた。1784年、バージニア州ルーネンバーグ近郊において、ジョン・バリーとスザンナ・ドージアの間に誕生した。1796年に両親と共に、ケンタッキー州、 ケイエット軍に移った。同州ウッドフォード軍のピスガーアカデミーとケンタッキーアカデミー、そして歴シントンのトランシルバニア大学で学び、1803年にバージニア州ウィリアムズバーグのウィリアムメアリー大学を卒業した。1805年にルーシー・オーバートンと結婚し、ジョン・ォーラー・バリーという女の子を設けた。だが1809年にルーシーと死別すると、 1812年にキャサリン・メイソンと再婚し、アンドリュー・ジャクソン・バリーという男の子を設けた。バリーは法律を学び、1805年に弁護士の認可を受けると、ケンタッキー州歴新ン,ンで弁護士業を開業した。その後、ケンタッキー州検察官を務めた。1807年にケンタッキー州会議員として選出され、1809年にも再選された。 その後、ケンタッキー州選出の合衆国会議員ベンジャミン・ハワードが辞任したことに伴い、バリーが公認として民主共和党から指名された。そして1810年8月8日から任期末の1811年3月3日まで合衆国会議員を務めた。1812年に米英戦争が開戦すると、バリーは合衆国軍に加勢した。 終戦後の1814年に、ケンタッキー州会院議員に再選され、また、州会院議長にも選出された。さらに、ケンタッキー州選出の合衆国上院議員、ジョージ・ビブが辞任したことに伴い、公認として民主共和党から指名された。バリーは1814年12月16日から1816年5月1日に、辞任するまで合衆国上院議員を務めた。 1816年、バリーは、ケンタッキー州第11巡回裁判所、賠席裁判官に任命され、1817年まで、勤めた。その後、1817年から1821年までは、同州上院議員を務めた。1820年から1824年まで、ケンタッキー州副知事を務めた。ジョン・アデア州知事のもで、1822年に、 法律の学校教育制度を無料で提供することを提案するバリー報告書を作成した。また1822年にはトランシルバニア大学において法学と政治学の教授となった。1824年から1825年までケンタッキー州州務長官を務めた。1825年、バリーはケンタッキー州巡回裁判所主席裁判官に 任命された。また1828年には、ケンタッキー州知事選挙に民主党から立候補したが、敗北した。1829年3月9日、アンドリュー・ジャクソン大統領はバリーを優勢長官に任命した。バリーは1835年4月10日まで優勢長官を務めた。優勢長官辞任後の1835年5月1日、バリーは、 スペイン駐在アメリカが衆国特命全権行使に任命された。だが1835年8月30日、バリーはスペインのマドリッドへ向かう途中、イングランドのリバプールにおいて死去した。バリーの遺体はイングランドのセイジェームズ墓地に埋葬された。その後1854年にケンタッキー州フランクフォートのフランクフォード墓地に埋葬された。ミシガン州 バリー軍とミズーリ州、バリー軍はバリーにちなんで名付けられた。ありがとうございます。